それではただいまより数式で理解を促進するマットラボ数式処理入門を始めたいと思います。本日はお忙しい中お集まりくださいまして誠にありがとうございます。私はマスワークスジャパンカスタマーサクセスエンジニアの沖田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。こちらが本日のセミナーの概要となります。まずはじめにマットラボにおける数式処理の概要について簡単にご紹介した後、シンボリックマスツールボックスのご紹介を基本機能と応用機能に分けて説明します。その後活用事例ということで教育利用事例、また産業界での利用事例についてご紹介し、最後に今後の活用に向けてということで数式処理を始めるにあたって有用となるようなツールについてご紹介していきたいと思います。本日のセミナーを通じまして、マットラボにおける数式処理の概要について理解していただくこと、さらに今後の活用に向けて何をすればよいか理解していただくこと、そして、実際にですね、数式処理を始めていただけるきっかけになれば幸いでございます。まずはじめに、マットラボにおける数式処理についてデモを交えて簡単にご説明したいと思います。はい、こちらの例題を使って説明していきたいと思います。まずはじめに関数を定義し、それを微分しグラフを書くという流れで進めてまいります。関数はこのような SIMS という宣言をすることで定義することができ、こちらのですね推奨機能というのを使うことによっても簡単に例えば微分ですねをすることができます。さらにそのグラフを表示するということもこちらの次のステップの推奨機能ですねを使うことによってで、コマンドを知らなくてもですね実行することができるというところに特徴があります。はい、さらに不定積分ですね、こちらの方まず不定積分を求めるためにちょっと一度関数を評価します。はい、でこちらからですね先ほどと同様にですね、積分を計算するということで今不定積分がこのように求まります。今ですねこれ基本的な関数として表せないので、こういう誤差関数というもので表されています。で、これをですね、マイナス無限大から無限大まで積分するという形で、これが本当にルート π になるのかということをですね、示したいと思います。はい、これ間違ってますね。すみません。これルート π ですね。はい、でですが、こちらの方、今はマイナス無限大から無限大という形の積分区間でしたが、次にですね、こちらの関数について有限区間で行ってみたいと思います。まず先ほどと同じように、非積分関数を定義してそれを積分の形でですね不定積分を求め、さらにこれを有限区間ということで、求めていきます。はい、このようにですね、π という形、これはシンボル数ですがこれを含んだ形で出てまいります。でこれが実際にどのようなですね不動小数点の数値になるかというのもこちらから簡単に変換することができて 12.33 個ということで簡単に処理ができるということがお分かりになったかなと思います。はい、それではですねその MATLAB におけますシンボリックマスツールボックスですけども統合環境としての MATLAB の中での位置づけを考えたいと思います。MATLAB はですね単なる数値計算というだけではなくデータの入力アクセスからですねアルゴリズム開発、アプリケーション開発、そしてそれらの配布というところまで幅広く含んだ、統合環境というふうに考えていただければと思います。その中でですね、シンボリックマスツールボックスはこれらのアルゴリズム開発ですとかそれからそのアウトプットとしてですね組み込みとかアプリケーションの配布というような領域まで適用可能なツールとなっております。ではシンボリックマスツールボックスについて少しずつ説明してまいりたいと思います。こちら、まず MATLAB における数式処理の特徴についてご説明した後に基本機能と応用機能を説明します。MATLAB における数式処理の特徴といたしまして、プログラミングがですね数式に非常に近い形で式の入力ができてプログラムができるというところでが非常に分かりやすい特徴になっています。もともと MATLAB 自身が出自としてですねフォーミュラートランスレーションですねその数値計算の言語から来たということで数式と一対一に対応していると、さらにそれが数式処理にも及んでいるということが大きな特徴となります。さらに数式処理における可視化機能も充実しておりますし、
数値計算のツール、マトラボ本体ですね、それからマトラボプロダクトファミリーの中でのツールボックスの連携が非常に簡単にできるということ、それから先ほどお見せしたようなプログラムはライブスクリプトと言いますけれども、単なるテキストではなくて、それをラスタライズしてですね、見やすい形、数式も見やすい形、そして確認しやすい形での結果の表示ができるということ、また推奨ステップ機能を使うことによってプログラムの文法を知らなくても、まず初めにやりたいことを行って、それからプログラムを勉強していくことができるというようなところが特徴になります。さらにチートシートですね、これはここに書いてありますので、後ほどダウンロードしていただければ、マットラブにおける数式処理のですね、概要が理解できるような内容になっておりますので、後ほどダウンロードしてみてください。はい、それでは推奨ステップ機能ですね、先ほども簡単にお見せしますけれども、こういう非積分関数というのをですね、定義することによって、その関数の結果に応じて、コンテキストに応じてですね、選択可能なメニューというのがありまして、それに対応してですが、自動でこのようなコマンドを生成してくれるということで、非常に使いやすいシステムとなっております。はい、それでは基本機能を5つに分けて説明してまいります。最初にですね、数式処理とは何かということで数値計算との差を説明した後、線形代数や数値近似方程式求解、なお連携のシミュレーションとかアニメーションですね、で最後にマットラブモバイルの利用という形で機能を説明してまいります。まずはじめに数式処理とですね、数値計算ということなんですが、今までこのマットラブはお使いになっていてですね、数値計算はやっていたけど数式処理はまだやっていないという方もいらっしゃるかもしれません。で、数式処理は先ほど見ていただいたように解析的な解を、解析的な式を使ってですね、解を求めたり、それらを表したりするので非常に直感的で分かりやすいということが利点としています。しかしやはり数値計算に比べますと適用領域が狭かったり、計算速度もそれなりに遅い、またメモリの消費も多かったり、また統合環境として連携するのは数値計算が向いているというようなことが特徴になっているかと思います。ではこの辺のところをデモで見ていただければと思います。はい、こちらデモですね。まず基本機能としまして数式処理と数値計算という形で見ていきます。数式処理はですね、こちらの実行しますと、この XT というような振幅を持つ関数の速度を微分によって求めるという形で、こちら定義をしたものをそのまま微分をすることによってですね、この速度を求めることができます。でグラフを見てみますと、このような形になってですね、これをじゃあ数式でやったときはどうなるかということで、次に、失礼しました、数値ですね、やったときにどうなるかということで見ていきたいと思います。微分をですね、数値で行うためには差分を取って、ここですね、dx、dt を有限差分で求める必要があります。で今、刻み幅をですね、このように取ったときにはですね、この赤の点が、数値計算で行った微分になります。やはり、近似精度はですね、この時間幅というのをかなり小さくしていかないとできないということでですね、やはりどうしても数値計算には誤差が伴ってしまうということがお分けになるかなと思います。はい、ではですね、続きまして線形代数に入っていきたいと思います。まずはじめにシンボル数の定義を振り返ってみたいと思います。こちらの方、数値をですね、マトラブの場合は複素数を基本として扱うということなんですけど、シンボル数の場合も複素数を前提としておりますので、こちら A のシングルクォートという形でやりますと、こういうような共益複素数が出てきます。はい、続きまして逆行列固有値の計算を今のシンボル数を使って行いたいと思います。行列の定義は MATLAB の数値計算と同様にですね、行列を定義しそれをシムで囲むという形で簡単に定義できますし、逆行列もこれまでの数値計算と同じような形の INV という関数が対応しています。中身を見ますとシンボル数で扱っていますので、不動小数点の形で出てこないずに分数で出てきているのが特徴になります。はい、こちら、検算もですね、また固有値もこのようにマットラブの数値計算と同じ関数でですね、できるようになっております。次に今はですね、シンボル数が要素でしたが、この文字をですね、シンボリック変数といいますが、こちらを使った行列演算についても見てみたいと思います。シンボル変数の定義はですね、こちらに書いてありますようにシムスというものを使って、行列ベクトリはやはりマットラブと同様に定義ができます。でこちらのシングルクォートの場合ですね、
複素数を前提にしていると言いましたけど、こちらは転地ではなくてエルミート転地になりますので、こちら転地してかつ要素は複素数という形で出てまいります。通常の数値計算の掛け算と同じようにシンボルも同様にできますし、行列式、それから逆行列ですね、また固有値などもですね、数値計算と同様に文字で与えられることがお分かりになるかと思います。で、今ですね、行列を ABCD という形で書きましたが、これ要素数が非常に大きくなります。これ大変です。で、その場合にですね、シンボリック行列というのをこういう形で定義することができます。で、こちらは要素の形、名前をですね、ギリシャ文字で入れることができますし、要素の次元数ですね、これは 2×2 という形で入れて、さらに要素の仮定ですね、今先ほど複素数と言いましたけど、こう実数と仮定して入れることもできます。そうしますと、先ほどのエルミート転地がですね、実数に対しては単なる転地という形でこちら条件を出し物が出てくることが分かります。はい、先ほどと同様にディターミナント、それから固有値、失礼しました、逆行列なども計算することができます。今はですね、単なるシンボリック変数でしたけど、これをですね、変数の関数ですね、今シータというものを使って、ギリシャ文字ですけども、こちらを定義して、関数として定義してあげますとですね、こういう形で回転行列を表すことができます。で、これを2回かけますと、こういう形になりますが、当然期待される形としては2回回すわけですから、シータの回転ではなくて2シータの回転ということで、こちらもシンプリファイという形の関数を使うことで確認することができます。次に線形代数と言いますと、連立方程式ですね。で、こちらの方と行列演算の変形との関係を見ていきたいと思います。はい、こちらの行列、失礼しました、連立方程式ですね。連立方程式、方程式の定義は、イコールイコールという演算子を使って行います。 EQNS というのが方程式自身を全体をですね、表しているシンボルになりますが、一つ一つの要素をこういう方程、等式でですね、表してやることによって、連立方程式というのを定義することができます。そしてさらにこの連立方程式から、この連立方程式を構成する行列要素というのをこういう関数で取り出すことができて、このですね、A と B という、A 行列と B ベクトルというものを使ってですね、解を求める場合にはリンストロフという形で解を求めることができますし、ソルブという関数を使うこともできます。で、こちらの方は、行列の入力ではなくて、こういう連立方程式自身を入れて、それを XYZ について解くという形で求めることができて、解はですが、この場合にはストラクトという形で、その XYZ とこの変数に対応したところが成分として出てくるという特徴がございます。では続きましてですね、基本機能の紹介を続けたいと思います。はい、先ほどは推奨機能ということで、微分積分を扱っていましたが、それ以外の要素についてこちらで説明していきたいと思います。まずはじめにですね、数値近似ということなんですけど、先ほど不動小数点を扱いました。しかし、シンボリックマスツールボックスはですね、これ以外にもですね、非常に桁数の多い多倍長の有効数字を扱うことができます。これは VPA という形でですね、デフォルトは32桁ですけど、もっと大きな桁数を指定することもできます。続きまして、代数方程式の求解ということで行いたいと思います。これ今代数、先ほどのようにですね、方程式というのをイコールイコールでこう定義することで方程式が定義できます。で、実際に解く場合にはこの ABC という変数にですね、値を代入して解くわけですが、そちらの方の代入の仕方ですね、こちらは変数の置換という形でですね、置き換えて計算することができます。で、基本的にはこちらの方を全てについて000なので、今321という形でですね、計算したいということなので、こちらの方を321という形でこちらの方を入れてあげます。ここで実行しますと、今、このような形でですね、初毛の方程式が得られました。次にこれをですね、解析的に解こうということで、こちらの方、二次方程式を解くためにですね、タスクと言われるものが入ってまいります。これを解くためにですね、このタスクなんですけど、これ選択をする必要がありまして、こちらですね、
今は解きたい方程式が番2ということなので、これに対してこの変数を指定したりすることができますと、この解を結果の解を計算するということでこのソリューションが出てまいります。はい、ということでですね、こちらの方なんですけど、これをクリックしますとですね、解析解を得るためのですね、コマンドもこう見ることができます。ということは、このタスクもですね、便利なので、ぜひですね、使ってみていただければと思います。はい、それでは因関数のプロットということで、ダイアンワラス式をプロットしてみたいと思います。先ほどはですね、まではですね、y イコール fx というような形で、y を x の関数として、用に表した関数をですね、プロットするコマンドをお見せしました。こちらはですね、そういう形ではなくて、x と y が、の関数がですね、何かの等式に等しいというようなものを扱うような場合です。これをですね、プロットするには、こちらの方から関数をプロットということで、因的な方程式と言いますね。こちらの方をやることによって、例えばこれが楕円になります。で、楕円をプロットする方法としては、変数を変換することによってですね、y イコールシータの関数とか、x イコールシータの関数ということで連立して、解くということも書くということもできますが、こちらの因関数 f インプリシットを使うことによって簡単にこのような式をプロットすることができます。まあ、次にですね、さらにこれをですね、3次元の関数という形で見ていきたいと思います。で、描画したい関数というのはですね、このような3次元の因関数ですね、のものになりますので、こちらの方もプロットしていきます。はい、これはトーラスと言われる有名なですね、ドーナツですね。はい、このようにですね、因関数のプロット F インプリシット、それから F インプリシット3というのは非常にまあ強力ですので、ぜひですね、使っていただければというふうに思います。それでは次に、4番目の基本機能ですね、についてお話ししたいと思います。こちらはですね、振り子の振動周期のシミュレーションとなります。よく知られておりますように、振り子の振動につきましては、このような形で実際にはですね、非線形成分を含んだ角度 θ に関する非線形時間微分の2回微分になりますけど、非線形成分サイン θ が入った形になります。なので、これをですね、解くためには、いくつかの方法があります。実際のところ厳密解というのは知られておりますが、こちらの方は省略したいと思いますけれども、この解いた時の解がですね、どれぐらい正確かということで、後でこれを利用したいと思います。まず近似解の方法ですね、よく使われるように、こちらのサインのところをですね、微小角として、θが微小角として近似するという形でですね、持ってくることによってこれを解くことができます。で、解はこちらに与えられておりますけれども、今手計算でですね、これをシンボリックマスツールボックスで確認したいと思います。で、行いたいのはですね、こちらにありますようなこういう2回の微分方程式、常微分方程式をシンボリックマスツールボックスを使って解いてみようということです。で、こちらはもちろんですね、初期値ですね、こちら初期値、セータに関する初期値と、セータの時間微分に関する初期値というのをこちらに入れることによって解くことができます。こちらですね、失礼しました。dSolve、を使うことによって解くことができます。実際にですね、これを解いた結果というのはこんな形になりますけど、これは複素数が入ってますが、これを単純化するということで、シンプリファイという関数を使いますと、実はサインセータだと。サインの関数だということが分かりますので、こちらの方は実際にちゃんと合っていることが分かりました。はい、で、次にですが、先ほどはサインスイーターをシータで近似したんですけど、近似しないで解こうという場合には、一つの方法としてですね、OD45 数値の関数を使った、ルンゲクッタ法による数値解というのが考えられます。はい、こちらの方ちょっとやっていきたいと思います。はい、で、OD45 の場合はですね、2回の常微分方程式というのを変換して、連立した1回の微分方程式に書き直す必要があります。で、それをですね、書き直すことによって解いていくわけですけども、その際ですが、OD45 にですね、このような関数を渡す必要があります。で、ちょっと詳細省略しますけれども、シンボリックマスツールボックスを使うことによってですね、この辺はある程度簡略化することができます。で、OD45 ソルバーの場合には、
この形のですね、こちらの相当します、1回の常備分方程式の連立させた形のものをですね、自分で定義して入れる必要がありますが、シンボリックマスツールボックスを使うことによって、これは自動で生成してくれるというような特徴がありまして、これが OD ファンクションというものになります。こちらを使うことで、この OD ファンクションから得られた関数ハンドルをですね、OD45 のソルバーに渡すということで、そのまま計算することができて、こちらの方が結果というふうになっております。で、これを見ますとですが、時間の方のとアダプティブにこうやっていくので、時間関数とそれに対応した、角度変異、それからその微分という形で、このストラクタの中に入ってきます。で、これを可視化してみたいと思います。まあ、こちらの方、先ほどお話した厳密解ですね。厳密解と、それからサインシータをシータで近似した近似解と、それから ODE45 を使った、サインシータを近似しない場合の、方程式を解いた形というものの重ね書きをしています。近似解はですね、この青い形になっていますけど、厳密解、それからその失礼しました、 OD45 で解いたですね、線形の、変方程式はですね、こういう形で非常に近いということで、かなり OD45 いい性能を出しているかなと思いますね。で、次にですね、これをアニメーションで表示したいと思います。で、アニメーションの方はですね、今非常に近似解と、それから失礼しました、厳密解と OD45 の解が非常に近いということですので、 OD45 とそれから近似解、この2つだけを表示するようにしたいと思います。で、こちらF アニメーターというものを使って、今得られました、このポイントですね、この XY の座標と、それから原点0にですね、棒が視点があって、そこから線が伸びているという形の表示をですね、こんなような形で表示して、今アニメーターのグラフをですね、書いてまいりたいと思います。これが XY のポジションですね。で、赤い方が厳密解、それから青い方がですね、近似解ということです。まあ、上のグラフを見てもお分かりのように、時間が経つにつれてですね、この両者の間の乖離がだんだん激しくなっていくということで、申し遅れましたが、初期値がですね、これ45度になっておりまして、やはり40度を超えていきますとですね、だんだんとやはり、近似がなり、精度の比較が悪くなるということがお分かりになるかと思います。で、これ今ですね、アニメーション終わりますと、下の方にですね、これは後からアクセスできるような、はい、今できましたね、ようなスライダーが出てきまして、これ再生速度もですね、こう変化させて実行させるとですね、このような形でですね、速度を変えて実行できたり、さらにですね、この結果を動画としてエクスポートできるというようなものになっております。はい、それではスライドに戻りたいと思います。はい、続きまして、MATLAB モバイルでの利用ということでご紹介します。で、MATLAB モバイルはスマホやタブレットで利用できますアプリケーションとして、無料で App Store からダウンロードすることができます。で、ご利用に関しては、MathWorks アカウントだけで利用できるというところで、中学生以上であれば利用して、MathWorks アカウントを作成してご利用いただけます。こちらで使えるツールとしましては、MATLAB とシンボリックマスツールボックス、こちら両方ともですね、ライセンス不要で使うことができるというところが非常に便利なところかと思いますし、今までお見せしましたライブエディターもですね、利用することができます。ただ、スマートフォンに関しましては一部制限があります。で、今回はですね、ちょっと詳しくお話しませんけど、このスマホ上のアプリですね、モバイルアプリは、各種スマホのセンサーを取り組んで利用することができます。ことができますので、さまざまな物理実験などもですね、試していただくことができます。それでは MATLAB モバイルを使って今まで紹介してきたシンボリックマスツールボックスの例題を実行してみたいと思います。MATLAB モバイルアプリを起動して、そこ実行するライブスクリプトを選択します。実行に関しましてはですね、この最上部にある三角マークをタッチすることで行うことになります。もう結果が出ましたので実行結果を見ていきたいと思います。微分、積分ですね、それから微分方程式の解法という形で答えが出ています。また、線形代数、行列の計算ですね、こちらの方も先ほどと同じ答えが出ています。またグラフィックもですね、2次元の F プロット、3次元のパラメトリックプロットやですね、表面プロット
ットなども得られますので、まあ、非常に綺麗にですね、描画されているのがわかるかと思います。では、引き続きましてですね、マットラブモバイルの中にすぐできる例題というのがございます。こちらの方を見てみたいと思います。たくさん、いろいろあるんですけども、こちらはシンボリックマスにちょっと特化してですね、今真ん中にありますね。シンボリックイクエーションを解く例題を見てみたいと思います。こちら M ファイルになっていてですね、オープンスクリプトという形で、スクリプトを開くことができて、先ほど同様に上部から実行します。も結果が出てきました。で、こちら解とですね、それからグラフも出てきます。で、グラフに関しては、カーソルを当てることによってですね、数値が出てきて、先ほど の線形、非線形の方程式ですね、解がちゃんと正しいかどうかというのを確認することができるようになっています。はい。それでは、スライドの方に戻りたいと思います。続きまして、応用機能ということで、3つご紹介したいと思います。オプティマイゼーションツールボックスの連携、それからコード変換による他のツールとの連携、またはグレーダーによる数式採点です。でまずはじめに、オプティマイゼーションとの連携ということで、MATLABに移りたいと思います。はい。で、こちらですけれども、まずですね、ここで扱うのは、fx イコール0というような形である目的関数を最小化するような最適化ソルバーとの連携を考えています。で、この場合にですね、 1変数 の, ニュートン法と同じように多変数のニュートン法というのも存在しまして、こちらを解くためにはニュートン法ではですね、勾配が必要になります。で、こちら勾配のベクトル、それからヘッセ行列と言われるような、二次の変動関数の正方行列みたいなものも必要になってきます。まあ、こちらの方を実際に使って計算しているわけですね。で、これがもし与えられないと、先ほど数値微分を行ったのと同じように、スタティック関数の中でですね、数値を使った微分で計算することになります。しかし、それに比べまして、やはり解析的にこのヤコビアンとかですね、ヘシアンというのを与えてあげることによって、誤差の低減が可能ですし、さらに演算回数も下げることができると。また自動でですね、解析的な関数を求めることができるので、間違いを少なくしたり、それを手書きのものをですね、関数と書くということで間違いの手間を減らすこともできるし、できるということが言えるかと思います。この実際にこのシンボリック式をですね、オプティマイゼーションツールボックスと連携するためには4つのステップがあります。まずはじめに目的関数ですね、最小化したい関数をシンボリック式で定義し、それらのグレージェントヘシェンを解析的に求めます。で、次に、この関数をですね、MATLAB ファンクションというものを使って、シンボルの式ではなくて、MATLAB の数値計算するための関数に直します。で、それを最適化ソルバーに入れることによって計算していきます。では、順次見ていきたいと思います。まずはじめに最小化したい関数をですね、定義します。こちら、先ほどと同じように SIMS を使ってですね、関数を定義することによってこんな外形のものになります。で、最適化した最適化点は分かっておりまして、3分の4とそれから 1.037 ですね。で、これに対して、まずステップ2でヘシアンと失礼しました、グラジエントとヘシアンを計算します。ちょっとですね、やはりこのなかなか見るのが辛いと言いますか、なかなか追うのが辛いですが、まあ、自動でこうやってくれるところは非常にいいところですね。で、次にですね、これらの解析的な式をMATLABのファンクションの方に変換して、ソルバーに適切に入力出る形にですね、変換するのがMATLABファンクションの役割になります。はい。で、このハンドルを直接ですね、この fminUncondition ですね、fminUnc と言われる最適化ソルバーに入れてあげるとですね、そのまま計算してくれるということで実行しました。で、停止条件を満たしているのは先ほどお話した最適化のポイントになります。で、こちらの表、繰り返し化すると評価回数、評価の回数が出てまいります。で、こちら実際に解析的な勾配を使わない場合はですね、のアルゴリズムというのも先ほど有限の差分でやるという話しましたけど、こちらですね、やると同じような解は出ますけど、評価関数、評価のための回数が違っているということで、こちらちょっとこれ上の処理をまとめてみますと、これはですね、繰り返し回数はあまり変わらないですね。14回と18回。
ですけれども、評価の回数というのがグラジエントを使った場合、解析的なものは15回、そうじゃない場合80回と全然違ってくるということになります。最適化計算の場合はですね、小規模の場合はまたいいですけど、大規模の場合はですね、非常に多くの繰り返し回数を行いますので、この辺のところはですが、実際のところ非常に便利かなというふうに思います。はい、それではまたスライドに戻りたいと思います。次にですね、応用機能の一つといたしまして、コード変換による多数の連携ですね。今あの MATLAB の中で、シンボリック式を MATLAB ファンクション、失礼しました、MATLAB の関数に変換するというのがありました。でこれ今はですね、こちら MATLAB 以外の SIM リンクへの変換、 SIM リンクのブロックへの変換、こちらの場合は SIM リンクのブロックの入力、まあ、あの1入力1出力という形で、簡単に定義された関数もたくさん使ったりしますけれども、複雑な式もですね、こういうの一つのブロックで簡単に、利用できるようなものを自動で生成してくれる。それからさらに C や Fortran にですね、関数を組み込むと。でこちらのあくまでもシンボリック式ですので、プログラム自体をですね変換するというものではないので、その辺はちょっとご注意願います。で非常にいい点はですね、この、シンボリック式を変換したコードに関しましては C やフォートランですね、ライセンスは必要ありませんということで、自由に使っていただけるというのも一つ大きな点ですね。それからテフやラテフですね、こちらの方も正しい数式、まあ、数式としてシンボリック意味があるものでしたら、それに応じたテフやラテフの式を自動生成してくれるので、非常に手間がかからずに便利かなというふうに思います。それでは、プログラムの方に入って、紹介していきたいと思います。はい、ではですね、早速やってまいりたいと思います。まずはじめにですね、変換したい式ですね、こちらの二次方程式の解の公式に相当するものを入れます。で、MATLAB の場合は先ほどもの繰り返しになりますが、 MATLAB ファンクションということで、無名関数ができたりですね、それから MATLAB のファンクションというものを自動で生成してくれます。で、こちらちょっと見ていただけますと、この中身ですね、見た目がですね複雑になっていますが、実はこれは演算の回数ですね、積和を最小となるような形でですね適宜置き換えたものがこちらの方になっています。でこちらが嫌だという場合には、ここのオプティマイズをフォールスという形にすることによってですね、見た目もこちらと同じ形のですね、関数というのを生成することができます。で、SIM リンクとの連携ですが、こちらの方を、今ですね、この解の公式に相当するものですね、これを、自動でですね、こんな感じですかね、作ってくれまして、これは中身を見ますと、はい、こちらと同じですね、こちらと同じようなものがですねできているということで、複雑な式に相当するようなブロックも、まあ、手軽に作っていただけます。はい、続きまして C コードですね、これは C コードという関数を使います。そうしますと C コードがこのように出てきますし、ファイルもですねこういう形で生成されます。まあ、Fortran に関しても同様ですね、Fortran の関数に相当するサブルーチンですね、相当する中身が出てくるのがお分かりかと思います。またテフもですね、こうやってみますと、今こういう関数に対してですが、ラテフの式ですね、を作ってみたいと思いますが、テフレーベルという形ですね。そうしますとこういう形が出てきてですね、 MATLAB のタイトルとかグラフィックスの関数はテフをインタープリターにしてますので、デフォルトですね、いろいろ使っていただけます。数式が分かっている場合にはこう簡単に注釈ができたりします。で、ラテフですね、ラテフの場合もですねこれ対応しておりまして、まあテフよりもですね詳細の指定ができるということで、こちらグラフに書く場合にはですね、インタープリターをラテフという形にするということが必要だということと、それから出てきた式をですね、こうダラーでこう囲ってあげなきゃいけないという注意点はありますけど、より細かな、記載ができるというのが特徴になります。はい、それではまた、スライドの方に戻りたいと思います。はい、続きましてMATLAB グレーダーによる数式採点ということで、まず MATLAB グレーダーとは何かということを簡単にご説明します。 MATLAB グレーダーはですが、MATLAB を使った演習課題をそのマスワークスがホスティングしているウェブ上で作成して、学生さんがそれに対して回答を書いたものに対して、
自動で採点して結果を返すというようなものになっています。で、受講生に対してはですね、ライセンスは必要ありませんので、教員の方がですね、マッタラオのライセンスをお持ちであれば、お持ちであればね、使うことができます。ただし、保守契約は必要です。で、使えるツールに関しては、マットラブ以外にですね、シンボリックマスも含め、様々なツールボックス、オンライン利用できるような製品であれば利用可能となっています。また、再利用可能な例題とかコースも提供しておりますし、一度作った教材がですね、他の教員の方と共有することもできるようになっています。また、LMS との連携もですね、LTI 1.3 を満たしているものに関しては問題なくできるような仕様となっています。はい、こちらの例題が示してあります。例えば、シンボリックマスだと、シンボリックマスの自身のですね、プログラミングの例題というのも可能ですし、マットラブ自身の可能、問題も可能になっています。で、マットラブグライダーでやっているというのは基本的にはですね、スクリプト課題の場合は学生したか計算した答えと、教員が作った規範回答との値の差ですね、絶対値相対値、これは自由に定めることができます。それに従ってその判定基準によって判定してまいります。それから関数ですね、関数も学生が作った関数と、教員が作った関数ですね、それに対して同じ値を入力して、どういう出力が出るかという形でその出力の差を見ていくという形になります。また指定したキーワードが存在しているかという形でですね、例えば、パワースペクトルを計算するときに FFT を使いなさいというような形で、指定した場合にはそのキーワードがあるかということ、また逆に、FFT を使わずに書きなさいねと言った場合にパワースペクトルの計算をですね、やっているかどうかというようなことを判定することができます。で、今回ですね、シンボリックマスツールボックスを使うことで、いくつか発展的な内容ができるかなというふうに考えております。例えば、先ほどはシンボリックマスツールボックスの文法を使った課題という数学的なですね、内容というのももちろんできるんですが、それ以外にプログラミングをしたことがない学生、この方たちでまだプログラムではなくて手計算の結果をですね、採点したいという場合にも有効かと思います。まあ、例えばですね、選択4択の場合に ABCD の中から記号を入れさせるとか、あと手計算で分数だとか π とかこういう e の2乗とか不定積分とか極限値とかですね、こういうような文字式でシンボリック数ですね、数で与えられるものを入力してですね、回答と付き合わせる。それから解析解ですね、数式で、としてですね、微分不定積分というものをですね、手計算でした結果を文法に従って記入してもらうという形で、正解と照らし合わせるということが可能かなと思います。まあ、その際ですね、不定積分を求めるといったときにですね、int の関数を使っては元も子もないので、これは使用しないねようにということでですね、この指定したキーワードが存在しないかしているかどうかということをですね、確認することができるかと思います。実際のところですね、このグレーダーのシンボリックマスツールボックスの場合にはこういうような is always という関数の中で使っておりまして、行動的に正しいかどうかということを見ていますので、この掛け算の順番ですとかその辺のところはですね、心配する必要はございません。はい、では続きまして活用事例ということで、大学教育と産業界における事例を説明いたします。こちらの東大のですね、数理情報教育センターの方に、紹介されている資料です。で、講義とマトロを使った演習という形で例題が出ております。これはクリエイティブコモンズで商業利用不可能ということですので、リンクだけ貼っておきますが、二変数のプロットですとか、接平面と方線ベクというような形でですね、まあ、大学初年次ですけれども、やはりイメージがあった方が分かりやすいときに、プログラミングというよりはですね、数式をそのまま入れて、可視化できるということをうまく使っていらっしゃるかなと思いますし、こちらの方、もう少し発展的な内容もですね、シンボリックマスを使ってですね、実際にプログラムというのを公開されておりまして、ファイルエクスチェンジ、我々のファイルエクスチェンジから見ていただけるようなものになっています。また入門の方もですね、東大の学生が勉強しやすいように、書籍も同様に出版されておりますので、ご興味のある方は見ていただければと思います。続きまして、産業利用ということで、このヤマハ発動機さんですね、こちらの方はですね、倒れないバイクと
ということで、自立安定制御というもののコンセプトモデルで実際にですねモックアップで作られております。でこちらの方で利用されたというふうな形ですね。実際に、どういう形かといいますとラグランジアンですね。今日はあまり物理関係のものはご紹介しませんでしたが、ラグランジアンをですね、数式として導出したり、さらにそれを線形化してですね制御の方に持っていったりということで、やはり手計算ではですね間違いやすいところをシンボリックマスを使われたというふうに説明されております。こちらの方はビデオがですね我々のウェブサイトにありますので、ご興味のある方はご覧いただければと思います。はい、今後の活用に向けてということで3つご紹介していきます。まずはじめにですね、自分のペースで学べるオンライン教材ということで、こちら2時間程度の自学自習の教材になっています。で中断してもいつでも再開できるということで、自分のペースに合わせて勉強できるようなものです。で MATLAB をご存知の方はシンボリックマスの方を2時間で勉強していただければいいと思いますし、 MATLAB を初めてという方はこちらのまず入門から次の段階でシンボリックに進んでいただければと思います。でアクセス方法ですけれども、一番簡単のはですね我々のホームページにアクセスいただいて、右上の方にこうマトリックスメニューがございます。でこちらをクリックすると、こういうタブがメニューが出てまいりますので、そこからオンライントレーニングを選んでください。でこちらがそのシンボリック計算の入門の教材の概要です。で今日ご説明しましたようなシンボリック変数とかシンボリック方程式、そうですね、それから前提条件とか関数の作成とかですね、こちらの方を一通りカバーしているものになっています。MATLAB 裏で MATLAB オンラインが動いておりまして、コマンドをデスクと同じようにですねコマンドを入れていって、それに対して合ってるか間違ってるかということでフィードバックが返ってきますので、非常に勉強しやすいかなと思います。はい、続きまして例題ですね。こちらのドキュメンテーションの中に様々な例題がございまして、それぞれ、ライブスクリプトがついております。ですのでご興味があるものがあればですね、まずとりあえずやってみると、動かしてみるということで、イメージとそれからコマンドもですね自分のやりたいことに近いものをですね探っていただくということがよろしいかなと思います。はい、続きましてコースウェアというものがございます。これは授業でですね活用していただけるコース全体というよりは、その一部のコンセプトをですねMATLAB を使って紹介しているものです。特にこちらのバネマスナンパにつきましては、1自由度、2自由度、N 自由ですね、先ほど MATLAB ファンクションを使いましたけど、これを非常にうまく使いましてシミュレーションを行っていますので、ぜひ見ていただければと思います。はい、また今日ご紹介できなかったラプラス変換を使ったですね、コースウェアもございます。動的システムの伝達観察解析ということで、利用できますけども、こちらの手計算と振幅演算で、両方ですね使って確認していくということで、決してツールだけを使ってですね進めていくというものではございませんので、心配なさらずにですね、どういうことが可能か、手計算だけではできないところもですねイメージをつかんでもらうというところで非常に有効かなと思います。ですね、インパルスオートとかステップオートとか、この辺パラメータを変えてですね、簡単に確認することができるというのが特徴になっています。はい、で続きまして来月行われるセミナーのご案内です。こちらは電気電子分野におけるシミュレーション活用ということで、シミュレーションの有効性をですね、説明される現場からですね、教育現場から発信していただける内容となっております。弊社のエンジニアもですね、交えまして今日ご紹介できなかったシムスケープ関係とシンボリックマスツールボックスの連携についてご紹介できるものになっておりますので、ぜひご登録していただければと思います。はい、それではですね、本日のまとめとなります。最初にまず MATLAB における数式処理の特徴をご紹介しまして、シンボリックマスツールボックスを基本機能と応用機能に分けて、さまざまなデモファイルを使って説明してまいりました。活用事例も教育、それから産業界ということで、いろんなところで使われて、実際に使われているということがご理解いただけたかなと思います。また、最後の活用に向けてということで、これから勉強したり、使っていただくための入り口となるような教材を見てまいりました。で、今日のセミナーを通じまして、MATLABにおける数式処理というのはどういうものかなと、どういう特徴があるかなということを理解していただいて、さらに今後活用するときにどうしていけばいいのかなということが理解していただければと思います。その上で実際に使ってみるきっかけになれば幸いでございます。本日はご清聴どうもありがとうございました。